16時間断食することにより細胞が若返ってくるんです。こんにちは、金町接骨院久松です。今回は16時間断食でオートファジー効果、細胞から若返ろうということでお話しいたします。今回ね、16時間ね断食するとあなたの体の中からね、オートファジーっていうのが発動してね、細胞が若返るっていうことをお話しいたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは体調に応じて12時間断食やるようになるはずですよ。ではお話しいたします。16時間の断食、いわゆるファスティングは、脂肪を減らし内臓疲労を回復させるってイメージはあると思うんですけども、それだけでないんです。はい、それだけでなく、体の内側から若返り、病気や老化を遠ざけるんです。はい、これはね、最初の話したオートファジーの効果なんですけども、この16時間断食ファスティングをするとオートファジーが発動するんです。そもそもオートファジーって何ぞやっていうと、オートファジーとは、あなたの体内の細胞を新しく生まれ変わらせる。そうして、壊れた細胞を掃除して、体内からアンチエイジングするっていうことなんです。はい。もうね、細胞をどんどんね、新しく生まれ変わらせる。アンチエイジングさせていく。それがオートファジーっていう効果なんです。そして、このオートファジーなんですけども、空腹時間が長いと、さらにこの長寿遺伝子っていうのは活性化されるので、より効果が高まってきます。はい。ですから16時間だけじゃない、18時間とかやってもいいんですよ。さらにこのね、オートファジーの断食中に運動すると、オートファジー効果がさらに高まるんです。はい。ただね、あんまり激しく運動すると、逆にエネルギー少ない状態で運動して、具合が悪くなる場合があるんで、軽めの運動をね、やってみるといいです、そういう時が。はい。ただね、このオートファジーね、16時間断食なんですけども、ストレスにならないようにレベルで行ってくださいね。それがストレスになるとね、逆に良くない場合もあります。ですからね、ストレスにならないようにしてレベルで行うっていうのと、この断食もね、セルフケアをしているという意識を持つようにしてください。そうなるとね、しっかり目的意識が持って出てね、効果高まります。ぜひね、あなたの細胞を若返らせるアンチエイジングの簡単な方法として、16時間断食オートファジーやってみることを私はお勧めいたします。今回の動画は以上になります。今回の動画、あなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そしてライブ配信のお知らせです。私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時30分ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画のダイジェストと、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、あなたが夜ぐっすり眠れるようにセルフケアをやったり、遠隔整体までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画をご覧のあなたが、自律神経の症状、その他の症状でお悩みで、病院や治療院、いろんなところに行ったけど解決しない、諦めたくないということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の調子が回復していくのをお手伝いさせていただきます。そして私、全国の治療院で初、乳歯髄幹細胞セラピーってのをやっております。これは子供の乳歯から取った幹細胞、体の元になる細胞なんですけども、これを私の生体後、点鼻とかネブライザーで取り込んでいただくことにより、私の生体の効果をより高め、効果をすごく持続させていくことができます。私の自律神経の生体や乳歯髄幹細胞セラピーにご興味ございましたら、下の概要欄から LINE 登録して私に直接ご連絡ください。必ずあなたのお役に立ちます。そして私、今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠に
ありがとうございました。